どうもこんにちは、では本日の講演会を次回になりましたので、開催いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。で私は司会を務めます政策学部の月村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で皆様にお配りした資料にございますように、本日は静岡県立大学から広瀬陽子先生をお迎えして、最近の高価格情勢ということでお話をいただこうと思っております。で、コーカサスと言いますとなかなか我々に馴染みがないのでございますけれども、ちょうど昨年ですね、まさに北京オリンピックの開会式の時に、たくさんご覧になった方いらっしゃると思いますが、そのまさにその日に、グルジアでですね、コーカサスの構成している一つの国であるグルジアで、紛争が起きて、しばらく新聞を賑わしておりました。で、その広瀬先生はですね、その時 NHK をはじめとしていろいろとテレビに映っておりましたので、あるいはお顔をご覧になると あの先生だというふうになるかもしれません。で、しかしコーカサスはそのようなこういう事件というかですね、そういうこともございましたが、また他方非常に長い歴史を持っているところでありまして、今日はそのあたりからお話しいただければと思います。言い尽くされている言葉ですが、ここもやはり文明の十字路と言ってよろしいのではないかと思います。そのあたりから今日は分かりやすくお話しいただければと思います。それでは広瀬先生、よろしくお願いいたします。広瀬先生、ご紹介ありがとうございました。ご紹介に預かりました広瀬と申します。今日は最近のコーカサス情勢ということで、コーカサス の諸問題についてお話をしていきたいと思っておりますが、なかなかコーカサスというのは馴染みのないところですので、なるべく基本的なところからお話をさせていただいて、少しでも皆様のご理解が深まればいいなというふうに思っております。で、コーカサスは今月村先生のご紹介にもございましたように、昨年、グルジアで紛争が起きたことで若干こう日本でも注目を浴びるような地域になったと思いますけれども、それだけではなく、もともといろいろな問題を抱えている地域でして、まずこのコーカサスを捉えるにあたってどういう視点が大事なのかということを簡単にお話をしたいと思います。でここ下にございますのコーカサスの地図になりますけれども、コーカサスはこれがこの辺りがコーカサス山脈になりますけれども、このコーカサス山脈をな南北挟む形で、コーカサス地域というふうに、言われております。そして北コーカサスについてはロシア連邦の中に含まれておりまして、よく紛争などでも名前が聞かれますチェチェンをはじめ、イングーシーですとかダゲスタンなどが、含まれているところでございます。でまた、南コーカサスと言われているところが、昨年紛争がございましたグルジア、そしてアルメニア、アゼルバイジャン、この3カ国になります。で南北合わせてコーカサスになりまして、割とその南北は切り離されて考えられることが多いわけですけれども、歴史的に考えますと非常にこの南北が一体化して生活を営んできたというような歴史が、ございます。で昔はですね、この南コーカサスはロシア語でザカフカスというふうに言われておりました。でザカフカスのザというのはザというのは向こう側という意味でして、ザカフカスでコーカサスの向こう側というふうな意味になります。つまりロシアから見て、南コーカサスは向こう側だからザカフカスというような言われ方がしていたわけですけれども、ソ連解体後に、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンが独立してからはロシア中心の見方はあまり好まれなくなりましたので、ザカフカスというような言い方よりも南コーカサスというような言い方の方が一般的になってきております。このコーカサスという地域なんですが、非常に複雑な地域でございまして、文明の十字路といういわゆる言っても良いかと思うような位置に、存在しております。と言いますのはちょうど、このいわゆるキリスト教圏と、イスラム教圏の間にありまして、また、ヨーロッパ、アジア、欧亜の中心にもあるというところで、その民族、宗教、言語、文化などが非常に多様でかつ豊かにあります。
そしてまたこのカスピ海から豊富な天然資源が採掘されていることもございまして、歴史的にも非常にまた現代においても戦略的意義が高い地域でございました。そのために歴史的に常にこう争奪戦が行われてきました。でまた民族が非常に複雑な上にそのような争奪戦も重なって非常に紛争が絶えなかった地域であります。でこのようなこう複雑な地域にさらにこうロシアの影響力がかぶさることで問題が非常に多様化しておりまして、当地の民主化や平和構築というものが非常に困難な状況になっています。そこで、今日のお話なんですけれども、まず前提として、歴史的に非常に複雑なコーカサス地域ではありますけれども、去年はとりわけ激動の年であったということで、もちろん今日の話では前提的な話もしますけれども、去年の起きた話にちょっとなるべく注目をしてみたいというふうに思っております。でそのためにまず最初にコーカサスの外観と基本状況、基本的な情報の提供ということで、複雑な民族や宗教がどのように分布しているか、また地政学的な位置と、天然資源の存在による地政学的重要性などをお話ししまして、でそれらがまさに紛争が多く紛糾する背景にもなっているということをお話ししたいと思います。ついで、複雑な紛争の構図についても若干触れたいと思っております。そして、昨年、実はこのコーカサス4カ国で全て大統領選挙がございました。かつアルメニアとグルジアでは内政の混乱も起きています。そのような状況についても触れたいと思っております。でそして昨年、一番問題となりましたグルジア紛争の発生の背景についてお話をしたいと思います。で本日はコーカサスのことを全般にお話しするのが目的ですので、グルジア紛争そのものについては詳細のお話はできませんけれども、どのようにして起こったか、そしてどういう影響があったかということをプラスマイナスの面から考えていきたいと思います。そして最後にまとめをしたいと思っております。でまずコーカサスの外観と基本情報の提供ということなんですけれども、まず最初にお話ししたようにコーカサスというのは、文明、そして東西の要衝としての意義が非常に大きいところであります。そして、歴史的に様々な列強の支配を受けてきたのに加えまして、2001年の 9.11 テロ事件でさらにこの地域の重要性というものが高まりました。なぜなら 9.11 テロによって、アメリカの中東政策が強化されましたが、そのテロとの戦いを推進する上では、この、中東の周辺国、つまりコーカサスや中央アジアの意義が非常に重要となってきまして、それによってアメリカの統治へのテコ入れというのがまた一段と深まることになってまいりました。そしてまた天然資源の存在というのも非常に大きな意義がございます。でまた最近は石油価格が下がってきてしまっていますけれども、去年まで の数年間は石油価格が非常に上昇しまして、かつ 9.11 後の状況も手伝って、中東情勢の不安定化と、ロシアの天然ガス輸送の不安というものが、ありまして、特にそのロシアの天然ガス輸送については、今年もございましたけれども、2005年から6年にかけてもございました。ロシアとウクライナの間のガス紛争でもますますそのロシア の天然ガスの不安というものが大きくなっておりまして、でヨーロッパがやはりエネルギー供給源の多角化を目指す上で、コーカサスに非常に注目をしているということがあります。でそのために今 EU はカスピ海中東 EU 諸国を結ぶナブッコガスパイプラインプロジェクトの進展を急いでいるわけですが、ソ連がそれを妨害し、ロシアがそれを妨害しているという状況もございます。でそして非常に複雑な民族の状況をお話ししたいわけなんですけれども、ここに挙げましたように、コーカサスというのは非常に小さい領域であるにもかかわらず、これだけ多くの部族がおります。
で、まあ、大きく分けてインヨー系、そしてアルタイ語系、アルタイ語系というのは日本語も含まれていますので、ここアルタイ語系に書いてある言葉というのは割と日本人でも取得しやすい言葉になっております。そしてまた非常に特殊なコーカサス諸語、さらにその他に分かれるような語族が、まあ、たくさんあります。で、普通は割と一般的には同じ地域の人たちは違う言葉を喋っていても割とその語学の系統は近い場合が多いんですけれども、コーカサスの場合は本当に隣同士に住んでいる民族でも全く違う語学の系統の言葉を喋っているというのが一つの特徴です。で、これを地図に、まあ、落としてみますとこんな形になりまして、まあ、ちょっとぼやけていて分かりづらいかもしれませんが、これはこちらに言葉がございまして、でこちらに色分けをしてあるんですが、ここで、まあ、気がつかれると思いますが、この国境線とこの民族分布がそれぞれ一致していないという問題が、ございます。で、特にその言葉と民族分布が、まあ、ずれているところで割と紛争が起きている傾向がございます。例えば去年の夏に火を吹きました、南オセチアですけれども、このグルジアの中で、ここだけちょっと色が違いまして、グルジアではグルジア語が話されているにもかかわらず、ここではオセット語が話されていると。で、かつ、まあ、オセット人はこう南北で、分断されていて、まあ、ここが一つになりたいというふうに、まあ、考えているわけです。で、またグルジアのもう一つの大きな紛争である、まあ、アブハジアというものがありますけれども、アブハジアは、まあ、ここでして、アブハジアもグルジア語とは全く異なるアブハジア語というのを喋っております。で、またアゼルバイジャンのには、まあ、ナゴルノカラバフ紛争という問題がございますけれども、そこもここがナゴルノカラバフでアルメニア人がちょっとそのかなり広い部分まで占領しているので緑が大きくなっていますけれども、やはりアゼルバイジャンの中でアルメニア人が、まあ、これだけ多いことが、まあ、その紛争の谷になっているというふうに、まあ、言えるわけです。で、資料の中に、表をお配りしていると思うんですけれども、まあ、その表をご覧いただけますと、コーカサス の, 紛争、あるいはその紛争の種になりうる問題が、書いてございます。この表1というものですけれども、でそこで、ね、問題となっている箇所を見ていただくと、大抵この地図で国境と一致していない部分が問題となっていることが、よくお分かりになるかと思います。そして、まあ、このように民族分布が非常に複雑で、かつ言葉が多様であると言いましても、ソ連時代はロシア語が、まあ、リンガフランカ、いわゆる共通語となっておりましたので、民族間の対話というものは、普通に、まあ、可能でございました。そのために、ソ連時代は民族間結婚というものもごくごく当たり前に行われておりましたけれども、ソ連解体後は、各国が自分たちの母語というものを、まあ、非常に熱心に推進するようになりまして、基本的にこうロシア語が排斥されていっている状況にございます。で、それもまたその民族間の、まあ、コミュニケーションを阻害する要因になっておりまして、民族間の協力というものがますます難しくなっている一因にもなっております。で、そして、まあ、言葉だけではございませんで、宗教も非常に複雑になっております。で、宗教的にはさまざまな、まあ、イスラム教、アルメニア、キリスト教などが、ございます上に、仏教もあるというような状況で、ございまして、先ほどの地図で、もう一回見ますと、例えばこのアゼルバイジャンより、まあ、南の方ですね、この辺りは、イスラム教シーア派になります。で、この辺りは、アルメニア教会です。で、よく間違えてアルメニア正教と書いてあるものもあるんですけれども、アルメニアは正教ではございません。
で、あのアルメニア教会というものがございますけれども、アルメニア教会は、西暦301年に世界で初めてキリスト教を国教化した、国に、なっております。で、そして、グルジア、グルジアについても、あのグルジア正教ですけれども、グルジア正教はあの世界で2番目にあのキリスト教をあの国教化している国でございます。で、そして、基本的に、まあ、北コーカサスは、大体、イスラム教スンニ派になっておりまして、そして、一部、まあ、あの仏教ラマ教が、ございます。で、またこの北オセチア南オセチアはロシア正教を、まあ、信仰しております。で、このように、まあ、非常に宗教的にもあの多様なあの分布が、ございます。で、ソ連時代はあの基本的に宗教は禁じられて、おりましたので、モスクや多くの、 あの教会は、破壊されましたが、あのイスラームだけは、特別なあの位置づけを受けておりました。というのはあの、イスラム諸国、まあ、旧ソ連の中のイスラム諸国というのは、まあ、イランはじめ、割と熱心なあのイスラム教国と国境を接している場合が多いので、あまりこう弾圧をしてしまうとそこからこう情報が入って、逆にその、ソ連政府に対する、まあ、反逆分子となりうるという可能性が非常にありましたので、逆に、ある程度、まあ、宗教寛容化することによって、反乱を防ごうというのが、まあ、その狙いなわけなんですが、ムスリム宗務局というものが作られまして、その管理下でのみ、公認されておりました。で、ちなみに、まあ、このムスリム宗務局というのは、まあ、今でも結構残っているところが、まあ、多くございまして、やはり今でもこうイスラム教というのは、まあ過激派の運動などがありますと、まあ、国家 の、 あの安定に、あの危機になりますので、まあ、今でもムスリム宗務局 の、まあ、あの支配下で、イスラムをある程度抑えているということが見られます。で、まあ、ただし、まあ、一般的にはソ連解体後、まあ、一気にあの宗教熱が、まあ、高まりまして、そして政権側も、宗教を、まあ、利用する。例えば、まあ、あのイスラム教国 の、 あの大統領であればメッカ詣でをして、まあ、国民の関心を引くなど の、 あの行動が見られます。で、またコーカサスや中央アジアではあのスーフィーもあの盛んでして、それはずっとソ連時代からも息づいているものになります。で、また文化も非常に多様でして、キリスト教圏、トルコ、アラブ、モンゴル、ペルシャ、ロシアなどの影響を受けています。で、これらはあの全てあのコーカサスを侵略したあの諸国 の、まあ、あの勢いが残っているというようなあの状況でして、で、特に、まあ、あのキリスト教と、まあ、イスラム教がこう割と共存しているような地域が多い理由というのは、あの最初にあのキリスト教 の、 あの、まあ、洗礼がありまして、そしてキリスト教になったもののその後強いこうイスラム教国の信仰があった場合にイスラム教に改宗させられてしまったというようなあの場所が、まあ、あるからです。で、例えばアゼルバイジャンなんかはまさにその例でして、一度はあの特にあのアルメニアに近い領域の人々というのは一度はキリスト教になったものの後でイスラム教に改宗、したというようなあのケースが目立ちます。で、まあ、こう一般的にこの宗教文化の重層性多様性というのはこの、まあ、度重なる侵略の歴史によるわけです。で、まあ、このような多様性というのは、まあ、あの非常に興味深いものではございますけれども、このような多様性があるからこそ、紛争があの多発化してしまうということが、ございます。で、ただし、宗教はあのコーカサスの紛争にはあまり影響しておりませんで、いわゆるこうサミュエル・ハンチントンの文明の衝突論、つまりあの文明が違う国、宗教が違う国が戦争するんだというような議論はあまりコーカサスの紛争では、適用できません。例えば、まあ、あのナゴルノ・カラバフ紛争というあのキリスト教国の、まあ、アルメニアとイスラム教国の、アゼルバイジャンの紛争ではイランは、まあ、イスラム教シー派であるにもかかわらずアルメニアを支援していたというようなあの状況もございますし、国際関係を見てもあの
常にこうイスラム教国がくっついているわけではございませんで、そこはあの宗教論ではあの説明できない、非常にこう各国の戦略的なあの思惑があの反映されてくるところでございます。でまたこの民族紛争というのはあの外交にも非常に影響してくるところで、特にあの欧米とロシアの間で、その位置づけというのが問題になってまいります。例えばアルメニアですけれども、アルメニアはあの非常にあのロシアに高く依存をしておりますけれども、その分欧米との関係強化や地域協力にはあの諦めを持たざるを得ないというような部分も、ございます。でそして次にあの石油の問題をあのお話ししたいんですけれども、まあ、アゼルバイジャンの石油、特にバクーの石油は歴史的に有名です。でアゼルバイジャンというのは火の国という意味でもございまして、19世紀には世界の半分以上も あの石油を産出しておりまして、まあ、オイルバロン、いわゆる石油王というのが、まあ、アゼルバイジャン、アルメニア人などに加えまして、世界的にも有名なロスチャイルド家、ノーベル家などが入りまして、非常に活発なあの石油の開発をしておりました。でソ連時代はもちろんこのバクーの石油は非常にあの、まあ、有効に使われまして、第二次世界大戦で、ロシアがドイツに勝利できたのもこのバクー石油のおかげであるというふうに言われておりますが、ソ連解体後にもあのまた欧米企業が、バクーの特に海底の方の石油に注目をする、ことになります。でソ連時代はあのソ連の技術があまり良くなかったことから、内陸の石油しかあの産出できなかったわけなんですが、欧米の技術を使うとあの海底石油も取れるということで、ソ連解体後一気に欧米企業が、バクーに、集まってまいります。そして1994年9月にいわゆる正規の契約と呼ばれるあの契約ができまして、これはあのアゼルバイジャンの領海、この領海という概念には後でお話ししますけれども、領海における最大の油井であるアゼリ・チラグ・グナシュリに関する生産分与契約というのが結ばれました。そしてアゼルバイジャン石油公社と、イギリスの BP が、まあ、主導となりまして、多国籍コンソーシアム AIOC が、まあ、発足しまして、石油の生産が本格化、してまいります。で、まあ、これからお話しますように、まあ、カスピ海の領海の問題ですとかパイプラインの敷設問題などいろいろな問題は多いわけなんですけれども、この石油天然ガスというのは地域発展の大きな、まあ、テコになるものとして、期待をされております。で、あのまずあのいくつか問題がございますが、一番あの最初に、パイプラインがどのような問題となっているかというような、まあ、お話をしたいと思います。でこの、まあ、カスピ海というのは海と言われていますけれども湖でして、どこかにあの、まあ、石油を運ぶにはパイプラインが、まあ、必要不可欠となっております。でそのためにこのように、まあ、たくさんの石油とガスのパイプラインが張り巡らされている状況が、ございますけれども、このパイプラインを引くというのは非常に政治的な作業でして、どこの国を通すかでどういう経路を通るかということが非常に大きな問題となります。であの特に、バクーの石油は、ソ連時代にはあのグルジアとロシアに出す、細いパイプラインがすでにあったわけなんですけれども、これから大規模に開発をしていく上で、それでは不足であるということで、あの MEP、 いわゆるあのこのメインエキスポートパイプラインというものが作られることになりました。そしてこのルートをどこにするかということで長年揉めることになります。であの多くの、まあ、石油企業はこのバクーからこう実はイランを通してペルシャ湾に出したいというようなあの希望を非常に強く出していたわけなんですけれども、まあ、アメリカがそのイランとロシアを通すルートは絶対に許さないということで、非常に揉めることになります。で、まあ、イランに出せば、この部分というのは民族紛争もございませんし、またあの非常に短くて済みますので、まあ建設コストも少ないというあのことがあったわけなんですけれども、結局、まあ、アメリカはロシアとイランの利益になることは許さないということで、まあ、そういう態度はあの
開発権をめぐる話でも出てくるわけなんですけれども、アメリカはもしそのプロジェクトの中にイランが入っていれば、その、プロジェクトからは抜けるというような脅しをかけまして、実質イランを追い出しているようなことも、しているわけです。そして結局最終的に決まりましたのが、このバクーとブリッジ J ハンパイプラインというあのパイプラインでして、バクーからグルジアのトビリシ、そしてトルコのジェイハンに行く非常に長い、パイプラインです。でこれはまさに政治の論理が、経済の論理に優先されたアメリカ主導の計画でして、で、この時クリントン元大統領がこれを推進しておりましたので、クリントンプロジェクトとの異名も持っております。で1999年の OIC イスタンブールサミットで決定をされまして、されましたが、その頃、やはりその先ほど申し上げたように、欧米諸国はやはりできればそのイラン経由で通したいというような意識もありまして、とにかくこの BTC パイプラインでは経済的にペイしないということで、なかなか着工がなされなかったんですけれども、その間に石油の価格が上昇しまして、 BTC パイプラインを作ってもペイする状態になったということで、2002年に工事が始まりまして、2006年に完成をいたします。でこれが、BTC パイプラインの地図なんですけれども、この青いものがそうでして、バクーからトピリシ、そしてジェイハンへとつながっております。でまた、そのパイプラインと並行してガスのパイプラインですね、バクー、トビリシ、エルズルムというものもできています。でさらにこのバクー、トビリシ、エルズルムパイプラインについては、そのまま、欧州の方に流すというナブッコパイプラインの計画がございます。でこちらがナブッコパイプラインの地図になりますけれども、このエルズルムから、このように、トルコを経由して、そして中央諸国をバルカンを通して、そして、オーストリアの方に通していくというような計画なんですけれども、ずいぶん前から計画が進んでいるにもかかわらず、ロシアが、再三邪魔をしておりまして、でまた昨年のグルジア紛争によってもこのパイプラインの可能性というものがますます危ぶまれるようになっておりますけれども、また最近そのこの経由国でありますハンガリーが熱心になんとか進めたいということで動きを示しておりまして、まだ完全に、なくなってしまった計画ではありませんが、若干停滞している、計画でございます。で次に問題となりますのがカスピ海の法的な地位の問題です。でカスピ海というのはもちろん湖なんですけれども、なぜかどの言語でも海と言われているものでして、でカスピ海は、あまりにも大きい海なんですが、それを海と捉えるか湖と捉えるかで資源の分割の方法が変わってまいります。でもし海と捉えた場合には海洋法が適用されて、湖と捉えた場合には共同管理というふうになります。で実際にもしこれを海と仮定して分割した場合は、このように分割がなされるわけなんですけれども、もう点線の通りですね。でここに出ておりますアゼルバイジャン、ロシア、カザフスタンは、海、とにかく分割をしたいというような主張です。でこのトルクミニスタンは最近までニアゾフというちょっと北朝鮮のような変わったリーダーが大統領をしておりましたこともあって、こうしばしば態度が変わるので、ちょっとよくわからない外交方針を持っています。そしてこうイランは共同管理、つまりこれを湖と考えて資源はすべて共同に分割するということを、主張しています。でここで見ていただきたいんですけれども、この地図にあるこの緑の点ですね、緑の点は石油の油田を示します。でまた赤い点はガス の存在を示します。でこうしてみますと、実はその共同開発を推進しているイランの領域には何にも資源がないことが分かります。ですので、簡単にこの地図から推測しますと、
まあ、資源がある国は自分たちの了解に沿った形で開発をしたい。でしかし資源のない国は共同分割で少しでも分け前を欲しいというふうな視点があるように、思えます。で実際にですね、ロシアも最初はイランと同じく共同開発を主張していたんですが、その後ロシアのいわゆる領海で非常にいい油田が見つかった後にロシアは態度を変えて海派に変わっているというような経緯もございます。で、まあ、しかし実際に考えてみますと、もうすでに各国は自分の領域としていろいろな石油会社と開発を進めていまして、実質的にはこの議論は何らもう既成事実に裏打ちされてしまいまして、こう意味のないものになっています。でまたイランの立場を考えてみますと、確かにイランはこのカスピ海の領域には資源はないわけなんですけれども、逆にペルシャ湾にもう世界の何パーセントともいえるすごく大量の資源を持っているわけで、逆にカスピ海は全体でも世界の 1% 足らずと言われている量なので、それを考えてみますと、そんなさまつな量のためにわざわざその国際的に紛争を起こす必要があるのかというような疑問も生じます。でそうしますと、イランがこれほど強硬な立場を取っている背景には、むしろその資源に対する欲望というよりも、まあ、地域覇権闘争の意味合いが強いのではないかというような気がいたしております。で、まあ、このように資源が持つ意味というのは国際政治にも非常に大きな、まあ、影響を与えてくるわけですけれども、もちろんそのパイプラインから の収益が国を豊かにするという側面もある一方で、さまざまな新たな懸念材料を呼ぶ場合もございます。例えば、まあ、石油一辺倒に、まあ、経済がなってしまったことによって生じるアンバランスな、まあ、経済状況を危惧するようなオランダ病ですとか、また、環境問題、さらに、住民への影響など、まあ、いろいろな問題もありますので、そういうことを、まあ、全て総裁した上で石油の問題も、まあ、考えていく必要があるかと思います。そして、まあ、このような石油の問題もあり、コーカサス地域というのは欧米の注目を非常に浴びている地域なわけなんですが、だからこそこのコーカサスが欧米の間でどっちつかずの外交路線を取らざるを得ない状況にもこうなっているということがございます。でこれから少しちょっと外交問題について触れていきたいんですけれども、まず基本的には旧ソ連から独立した諸国というのはロシアからの独立を進めて、欧米諸国や欧米の、まあ、もろもろの組織に接近して真の主権国家になりたいというふうに、まあ、考えております。でその中で、まあ、反ロシア的なスタンスを取っている国が4つございまして、それがグアムと言われているものです。でこのグアムというのはグルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの、略になっております。でこのグアムは一時期ウズベキスタンも入っていた時があって、その時にはグーアムだったんですけれども、ウズベキスタンはずっと消極的な参加でしたし、非常に短期間で脱退をしております。でこのグアムは、まあ、2006年に、さらに強固な枠組みとして、組織を強化いたしまして、現在は民主主義と経済発展のための機構グアムとして、まあ、反ロシア的な諸国の、まあ、象徴として、考えられています。でまあまあ、ただアゼルバイジャンだけがこの若干他の国とは、異なる姿勢をずっと保ってきました。というのは、まあ、特にこのグアム諸国というのはロシアと非常に厳しい関係にある国ばかりでして、例えばグルジアとアゼルバイジャンとモルドバの3カ国は、自分の国に紛争を抱えておりまして、その紛争をロシアが支援しているということが、ございます。でまたウクライナについてはそのクリミア の問題ですとか、また、
天然ガスの問題ですとか、さまざまなその外交的な問題をロシアと抱えておりまして、でどの国も反露的であるはずなわけなんですけれども、こうアゼルバイジャンだけは、割とこうロシアと決裂することを恐れる形で、中立的な、立場に立とうというスタンスが、強く見られます。例えばアゼルバイジャンのみが、この4カ国の中では資源国ですので、他 の, グルジア、ウクライナ、モルドバにこう優先的に資源を与えるというような約束を、しつつも、それでロシアに睨まれないようにロシアに もうケアをするというような態度です。ですからこれまでは、アゼルバイジャンだけがちょっとグレーな存在というふうに見られていたわけなんですけれども、グルジア紛争後に、モルドバも非常にこのグアムに対して消極的な度合いを強めておりまして、しばしばこう脱退をちらつかせるようにもこうなっております。でロシアはもちろんこのグアムのような存在には非常に神経質になっておりまして、アメリカが協力をしているに違いないというような警戒感を持って、ロシアサイドに引きつけることにこう躍起になっています。ただ、この4カ国はロシアに対して反発的な態度を取っているんですけれども、地域において、四面楚歌状態になっているアルメニアなどもロシアに頼るしかない、国もあるということも、他方で重要なファクターになっています。でその一方で、欧米諸国はどんどんそのロシアの影響力を削いで、この地域を自分たち の方向に近づけようというような努力を進めていっています。例えばそのエネルギー開発ですとか、その民主化の流れ、またその EU がやっております欧州近隣諸国政策、また安全保障などの領域でございます。で例えばそのエネルギー開発パイプラインの問題などでは、こうなるべくそのロシアを排除する形で積極的な支援をして、地域への浸透を目指すというようなことをやっておりますし、また軍事の領域ではこう NATO、 そして政治経済の領域では EU や OSCE、 そして経済の領域では WTO などの水準に、これらの諸国を引き上げて、そしてヨーロッパスタンダード、欧州の基準を、旧ソ連の全体に、浸透させていきたいというような、ことで、人権保護、民主化支援、選挙の監視、または、なかなかメディアの自由などが、保障されていない地域ですので、報道、思想、信仰などがもっと自由化するようになるような支援ですとか、法制度の向上などで、欧米が果たしている役割というのは非常に大きいものとなっております。でまた、ロシアを非常に苛立たせたものでもございますけれども、2003年にはグルジアでバラ革命、2004年にはウクライナで、オレンジ革命、また2005年にはキルギスのチューリップ革命など、いわゆるこう民主化ドミノと言われているものなども、アメリカの支援で多くがなされているというふうに、行われいうふうに考えられております。そして、NATO の拡大問題というのも非常に重要な側面でして、で特に、グルジア、ウクライナは、非常に旧ソ連の中でもとりわけ熱心に NATO の加盟を推進してきましたが、ロシアはずっとそれをこう妨害しようと試みてきました。でその NATO 拡大の動きに、反発するようにロシアは CIS 集団安全保障、 CIS というのは独立国家共同体というもので、ソ連 の解体後にソ連から独立した15カ国マイナスバルト3国という12カ国でできているものですけれども、それでその CIS によって作られている安全保障条約を強化するなどして、対抗措置を取ってきたわけですが、この NATO 加盟問題というのがまさにグルジア紛争の主要因にもなっている問題です。でロシアは、そのような欧米 の動きに対してさまざまな外交カードを使って、旧ソ連諸国を自分のところに、引きつけておこうとしているわけです。でその第一の問題が、紛争です。で先ほどお話ししたようにアゼルバイジャン、グルジア、モルドバなど の分離主義の諸国に対して支援をして、そうすることによって本国を困らせるというようなことをしています。例
えば停戦の時にも軍事基地の設置ですとか CIS 安全保障条約に加盟することを強要したりというようなことをしております。でただしロシアは紛争にはダブルスタンダードを取っておりまして、自国の問題であるチェチェン紛争には領土保全、主権尊重ということを言いまして、で他方で旧ソ連の分離主義の動きには民族自決ということを主張してくるわけです。そして2008年8月にはついに南オセチアとアブハジアを国家承認するというような暴挙に出たわけです。そして残りの外交カードがエネルギー、政治経済ですけれども、エネルギーでは価格や供給を操作することによってその国に圧力をかけたりですとか、またアルメニアや旧ソ連ではないですがセルビアなどに行っていることとしては石油の価格を安く抑える代わりにその国家資産を接収するというようなこともやっております。でまた政治については外交的な締め付けであるとか、本当は CIS 諸国には適用されない査証を強要するなどの締め付けを行っております。でまた、経済では査証の制度を導入したりですとか、例えばグルジアとモルドバに対して2006年3年に、ワインの禁輸をしたりミネラルウォーターの禁輸をしたりというようなこともやっております。でこのように、お話し、してきた上で、非常にコーカサスには複雑な紛争の構図があるというのはお分かりになったと思うんですが、時間がございませんので詳細についてはこの表1を見ていただければと思いますが、やはりその境界線、民族格差、自治問題、文化問題などさまざまな複合的な理由で、紛争が起きております。でまたそれをロシアが外交的に利用したりで、さらにはですね、紛争当事者がそれを政治的に利用したり、さらに、公平かつ的確な、仲介者がいないということが、紛争を長期化させています。でまた、南北コーカサスの紛争についてはどれか一つを取るのでは十分ではございませんで、総合的に考えないと、全体の平和構築は考えられないという側面があるわけですが、そこがなかなかなされていないということも、当時の、平和を阻害してきた要因になっております。でまた全般的にはその人々の生活の安定と経済水準の向上を進めで民主化も進めていかなければなかなか紛争の抜本的な解決は、できないというような、状況もあるわけです。でそしてこれからはちょっと去年の状況についてお話をしていきたいわけなんですけれども、去年はコーカサス4カ国すべてで大統領選挙が、ございました。このコーカサス4カ国というのは、アゼルバイジャン、アルメニア、グルジアに加えロシアも含んでおります。でアゼルバイジャンではイルハム・アリフ、グルジアではミヘイル・サーカシュビリが再選されて、アルメニアではセルジュ・サルキシャン、ロシアではドミトリー・メドベージェフが新大統領として選出されました。でアルメニアの大統領選挙では非常に大きな、混乱がありまして、最終的に大統領に選ばれたサルキシャンという人はナゴルノカラバフ出身で、1990年にアルメニアに移りまして内務省や国家保安省を歴任し、2000年には国防省を経て2007年4年4月に首相になった人物です。でこの方が力を持った背景にはその前の大統領のコチャリャン大統領の圧力が力があったというふうに言われておりまして、このコチャリャン大統領もナゴルノカラバフ出身なんですね。でナゴルノカラバフは国際法的にはアゼルバイジャン の国内にありますので、いわゆる外国人大統領というような言い方もなされて、おりますけれども、でこ のアルメニアの大統領選挙ではこのサルキシャンと、アルメニアの、ソ連解体後の初代大統領でナゴルノカラバフ和平で、失脚しましたレボン・テル・ペトロシアン の争いになりました。でこの選挙期間中ですね、このテル・ペトロシアンがこちら のナゴルノカラバフ政策ですとか1915年のいわゆるアルメニア人虐殺問題の政策を批判して政治腐敗を厳しく追及したために、選挙期間中たびたびテル・ペトロシアンの選挙運動は妨害を受けることになります。で
結局、昨年2月19日の大統領選挙で、サルキシャンが当選をしましたけれども、3月1日に、不正選挙に異議を唱える抗議運動が、起きまして、それが、政府に激しく弾圧されたために、民間人7人、警察、1人が、死亡、また133人が、負傷して、非常事態宣言も、出されました。そして、実際のところはこうもっと死者は多いというような、説もありますし、またアルメニア警察が、国際法で禁じられた致死性 の, あ, のある武器を用いたことなど、さまざまなあの、非人権的な行為を行ったということで、人権団体ヒューマンライツウォッチですとか、欧米諸国国際組織が激しくアルメニアを非難しております。で、現在もまだ問題となっておりまして、 OSCE もアルメニアに対しての制裁を今でも検討中というような状況でございます。で、逆あの他方ロシアではあの3月に、大統領選挙がありまして、プーチン前大統領が後継指名をしていたメドベージェフの当選が確実視されておりましたが、その通りになりました。で、アゼルバイジャンでは10月に選挙が行われたわけなんですが、得票率 88.73% というありえない数字でアリエフ大統領が予想通りに再選されました。で、このアゼルバイジャンでは全く政治不安などは起きていないわけなんですけれども、全くというとちょっと語弊があるかもしれませんが、野党はたびたび反対運動をしているわけなんですが、厳しく弾圧をされておりますので、政治状況は極めて安定しています。で、現在その大統領の任期廃止の法案が与党主導で実現されようとしておりまして、3月18日に国民投票が行われるわけですが、おそらく間違いなく可決されるだろうと考えられております。で、そうしますとこの現在のイルハム・アリエフは、永久大統領になる可能性もございまして、権威主義がますます強まる様相を示しております。そしてグルジアの問題は非常にまた複雑なものがございまして、2007年、11月に、実はグルジアでは大きな抗議行動がございましたが、それに対して警察が非常に暴力的な介入を行って、さらに非常事態宣言も出されて、メディア統制も厳しく、なったわけですが、それでも混乱が収まらなかったため、本来もっとずっと後に行われるはずだった大統領選挙を、去年の1月5日に前倒しすることで、一応の平静を取り戻しました。で、大統領選挙ではその現職のサーカシビリが、当選したわけなんですけれども、その当選後も、大統領の政敵が不審な死を遂げたり、反政府系メディアが弾圧を受けたりと、さまざまな問題が起こって、国民の政治不信が、高まって、いったということがあります。で、このことが、グルジア紛争にもつながっているというふうに私は考えているわけなんですけれども、内政の混乱と紛争というのがおそらく紛争とも密接に考えていると思われまして、で、まずロシアでは、メドベージェフが大統領になったわけですけれども、その前のプーチン大統領があまりに人気が高かったので、それに引けを取らない人気取りの必要に迫られていたということがあります。で、当時のロシアというのは、北コーカサスの情勢が非常に不安定化しておりまして、で、特に近い外国の、近い外国というのは旧ソ連諸国のことを言いますけれども、その反ロシア的な動きが目立つようになってきたこと、で、またアメリカも反ロシア的な外交政策を取るようになってきたことで、強いロシアを内外に見せつけることが急務であったのではないかというふうに考えられます。で、特に前のプーチン大統領が、厳しい対チェチェン政策を取って人気を一気に上げたことによって、紛争は人気取りの一つになるというふうな背景があったのではないかというふうに考えられます。で、また、グルジアは2007年後半から非常に政治不安が高まっていましたので、その内政の混乱と国民の不満を抑えて、で、そして国民の心を一つにする必要がございました。
でそもそもグルジアにとっての最大の懸念材料はアブハジア南オセチアの問題でして、何としても両地域を取り戻す必要があったわけです。でさらにロシアに対する敵対心を煽れば国民は一つになるというようなことは絶対にあったはずだと思われます。で、まあ、特にサーカシビリ大統領はロシアが、まあ、攻撃をしてきたとしても、まあ、欧米が、まあ、支援をしてくれると信じていたというような誤算もございまして、南オセチアに侵攻することが、まあ、政権に有利になると考えたことは間違いないというふうに考えられております。でしかしもちろんグルジア紛争はロシアとグルジアの内政事情によってのみ起きたものではございません。地域情勢や国際情勢も同時に考える必要がございます。でそこで、まあ、次にグルジア紛争が発生した背景を考えていきたいと思います。でグルジア の紛争のことは細かいことをお話しする時間がございませんので、資料の最後にもしご関心のある方は資料の最後にある参考文献などを見いただければと思います。で今日はポイントを絞ってお話をしたいと思います。でまあ、グルジア紛争が発生した背景には4つのレベルからの分析が、まあ、必要となります。まず1つ目は未承認国家と、国家の問題です。これはグルジア国内の問題です。でグルジアは、自分の国の領土保全というものを主張しています。つまり領土は絶対に保全されるべきだというような考え方です。でそれに対して、アブハジア南オセチアというのは国際的にいわゆる未承認国家というふうに呼ばれていますけれども、未承認国家というのは国家の体裁を整えながらも国際的には何ら承認を受けていないいわゆる自称の国家のことです。でこの、未承認国家は民族自決を主張しております。ちなみに、アゼルバイジャンのナゴルノカラバフと、モルドバの、トランスニストリアナイシア、エンドニューストルも、未承認国家というふうな立場にございます。で次のレベルが国家のレベルです。特にグルジア対、ロシアつまりバイラテラル2国間の関係の問題です。でグルジアは引いてから真の独立、欧米の接近、AU、NATO への加盟、領土保全、国内政治の安定などを目指していました。で他方でロシアは旧ソ連圏いわゆる近い外国への影響力の保持というものを目指しています。ですから名目的にはグルジアの領土保全を支持すると言いながらも実質的にはアブハジア南オセチアへの支援をしてそれを外交的なカードとして利用してきたわけです。でまた次に地域のレベルがございます。特に反ロシア的な動きへの牽制です。これは例えば欧米がロシアを迂回する形でパイプラインを作ったりですとか反ロシア的なプロジェクトをいろいろ進めておりますし、先ほどお話ししたグアムなど反ロシア的な機構やグループというものもございます。でそういうのをなんとか抑えたいということもございますし、またロシアはエネルギー支配や地域に対する影響力を、まあ、取り戻したいというような希望もございます。で、まあ、今回の紛争では黒海が、まあ、割と話題になりましたけれども、やはりロシアは基本的には黒海はトルコとロシアの海だというような考え方も持っているわけです。で最後に国際レベルになりますけれども、特にロシアと欧米の関係に、なります。でアメリカは一極支配構造というものを、少なくともブッシュ政権時代にはずっと推進をしてまいりました。で、まあ、NATO 拡大、ミサイル防衛システムの配備計画、そして、旧ソ連諸国の民主化と今色革命の推進、さらに市場経済化なども図ってきましたし、EU は、まあ、ENP 近隣諸国政策を通じての、まあ、旧ソ連諸国への影響力の拡大ですとか、やはり民主化市場経済化、そしてロシアを介した形の輸送エネルギーシステムの構築なども進めてきたわけです。他方でロシアはそのアメリカが進めるような一極支配ではなく多極的な世界像を持って、かつ近隣諸国に影響力を持ち続けたいというような希望を持っていたわけです。でこのような矛盾が4層レベルにある一方、特にロシア欧米間の間では、いくつかの刺激的な事件がありました。
で欧米の関係あロシアとあの欧米の関係というのは 9.11 事件後、短い蜜月期間がありましたけれども、特にのアメリカのロシアを排除した世界戦略が、ロシアをずっと刺激したというふうにこう言われております。で主だったものをこう列挙しますと、まず1990年代から現代に至るまでのエネルギー開発輸送ルートの問題がございます。2003年11月には、ロシアが、他の、欧米諸国にあまり影響を及ぼしてほしくない、旧ソ連の紛争の問題になりますけれども、そのトランスニストリアもしくはエンドニストルの問題で、コザックメモランダムというロシアが推進したものを、EU がそれを保護にしてしまったというようなこともございます。また2003年のグルジアのバラ革命、2004年のウクライナのオレンジ革命、そして2005年から2006年の、ロシア・ウクライナのガス紛争も、ございましたし、アメリカが、ルーマニアとブルガリアの、軍事基地を使用したり、ポーランド・チェコへのミサイル防衛システムの配備問題を出したりと、東欧にも非常にこう深い侵食を目指してきたようなことが明らかになったこともロシアを刺激しました。また NATO とロシアの間の、CFE 問題、これはその武器 の配備の量を決める条約ですけれども、これをロシアは2007年12月からペンディングしております。でさらに2008年2月に、欧米諸国が旧ユーゴスラビアのコソボの独立を、国際承認してしまったことで、それが、ロシアは未承認国家の問題について欧米がパンドラの箱を開けたというふうな怒りを表明しております。そして決定的だったのが NATO 拡大の問題で、特にウクライナとグルジアの加盟問題が昨年4月に非常に現実味を帯びてきたことによって、ロシアはもう最後 の一本の我慢の線が切れたというふうに、言われております。でそして、グルジア紛争起こってしまったわけなんですが、途中の経過などは、ちょっと省略させていただきまして、その結果について考えていきたいと思います。でまずグルジア紛争のマイナスの影響なわけなんですけれども、もちろんいろいろなマイナス影響がございまして、まず黒海が、NATO とロシアの覇権争いの場所に、なりました。でグルジアへの人道援助を名目に NATO 加盟国の軍艦が多く黒海に集結したことで、ロシアが非常に刺激をされまして、ロシアはニカラグアをはじめとした南米諸国で対抗策を取ることになります。でまた石油プロジェクトにも悪影響がいろいろありまして、特にアゼルバイジャンが大きな打撃を受けました。でそのためにアゼルバイジャンは石油輸出政策を親欧米的なものから親ロシア的なものに変更する、状況が起きまして、つまりその石油 の輸出を、欧米が支配する、例えば BTC パイプラインよりもむしろこれまで今までにもあった、バクーのノボルシスクパイプラインなどにこう比重を重くするような形で親ロシア的に変更したりなども、起こっております。でまた先ほどご説明したナブコパイプラインの計画も、危機的な状況に、ございます。でまた、グルジア、アルメニアは、この紛争で、しばらく全く燃料が届かないというような悲劇に見舞われましたので、エネルギーのさらなる多角化を迫られている状況にございます。でまた政治的ダメージも非常に大きくありました。でグルジアはこの紛争後一時期もう国民がもう一色に反ロシアで固まって、野党も含めて、国民が一体化したわけなんですけれども、次第に大統領の戦争責任が問われるようになりました。で特に、サーカシビリが以前は否定していた、南オセチア の先制を認めたことによって、つまりロシアからやられたから、侵攻したのではなく、グルジアが最初にやったのだということを認めてからは、非常に政治は混乱に陥っております。でそれによってこう NATO の加盟も絶望的に、なりました。でグルジアは非常にこう
内政が不安定になりまして、で大統領はどうやって今のところ危機を乗り切っているかというと、まあ、首相、並びに、安全保障に関係する大臣の、首を次々と切りまして、自分以外の、安全保障に関係する人々の首のすげ替えをすることによって、とりあえずの責任問題を逃れようとしておりますけれども、まあ、野党の追及は、そんなことでは収まらず、依然として内政不安状況が、まあ、続いております。でまたそのグルジアは最近ではその自らが先に侵攻したということで欧米からも批判を受けるようになってしまいまして、外交面でも非常に大きな損失を受けてしまっていることが、ございます。でこれまでグルジアはグアムにの中などにおいてもウクライナが非常に重要な盟友だったわけですけれども、ウクライナもこのグルジア危機の煽りを受けて内政不安定になってしまいましたので、身近な親友も失ってしまったような形になっております。でロシアはロシアでもちろんロシアも国民が非常にこのグルジア紛争に賛成して、紛争の直後は、国民もロシアを支援したわけなんですけれども、ロシアが南オセチア、アブハジアを国家承認したことによって、今度北コーカサスも独立の機運を示し出してしまいまして、ロシアは、まあ、コソボの問題で欧米がパンドラの箱を開けたというふうに批判しておりましたけれども、自分が南オセチア、アブハジアを承認したことによって国内のパンドラの箱も開けてしまったということが、まあ、言えます。で最後に経済的なダメージですけれども、グルジア紛争と世界規模の金融危機の影響のダブル のダメージで、ロシア、グルジア、アルメニアで特に大きな影響 が起きております。でグルジア、アルメニアでは、まあ、ライフラインも切られまして、まあ、深刻な状況が続いておりました。でただしもちろんマイナスのことだけではなくてプラスの状況も少しはございました。で一つはですね、まず地域全体 の安全保障ないし平和構築の試みが生まれてきたこと、でもう一つは、コーカサスのもう一つの深刻な紛争であるナゴルノカラバフの和平の動きが新たに出てきたことに、ございます。でその、地域全体の平和構築の動きというのは、コーカサス安全協力プラットフォームというものなんですけれども、それはトルコが、まあ、着手したもので、これはロシアの依頼によって、行われました。で実際のグルジア紛争の和平はフランスのサルコジ大統領が行ったわけですけれども、実際ロシアは、まあ、そのサルコジの、仲介をあまり好んでいなかったというふうに言われています。ですのでサルコジが、来た時には何もレセプションなどもなく全く歓迎をしなかったらしいのですが、ロシアがこの、新たな試みを、依頼するためにエルドアン、トルコ首相を呼んだ時には、ロシアの首脳陣が、まあ、全て、まあ、ずらっと並んで、大歓迎をして、この提案が練られたというふうに言われております。でその、まあ、コーカサス安全協力プラットフォームという提案は、まあ、グルジア紛争の平和的解決を含むコーカサス全体の包括的な平和と安定を目指すもの でトルコは、まあ、1915年のアルメニア人大虐殺でずっと関係が悪化しているアルメニアとの和解も想定しています。でそのために実際に、まあ、トルコのギュル大統領は9月6日にワールドカップの予選のサッカーの試合観戦をのために、まあ、アルメニアを訪問しまして、大統領同士が握手を交わして、まあ、歴史的な和解の第一歩を踏んだというふうに言われています。ただし本計画について地域の反応はそれほど芳しいものではありません。でアルメニアはやはりトルコにまだ不信感を持っていますし、まあ、アゼルバイジャンはトルコには、まあ、支援を強調していますけれども、ナゴルノカラバフ問題を抱えているために、この、進展には消極的です。グルジアや未承認国家 の反応はありません。で特にこの問題には、まあ、いくつか、問題点がございまして、例えばこの地域で重要な位置づけにあるこうイランを排除していたりですとか、まあ、グルジアの NATO 加盟問題や今後の再武装化という和平の鍵になる問題に触れていないこと、
また未承認国家の問題の利害調整をしていないこと、でさらに似たような試みがこれまで2つあったわけなんですけれども、その2つの類似の試みが失敗に終わっているにもかかわらず、それらの失敗点の反省を乗り越えていないという点がございます。でそういう意味では、この計画の展望は明るくないわけですけれども、自主的な平和構築の試みがあるというのは必ずしも悪いことではないと考えております。で次に、ナゴルノカラバフ紛争の和平の新展開なんですけれども、これまでナゴルノカラバフ紛争は OSC ミンスクグループというアメリカ、フランス、ロシアが共同議長国を務めて12カ国からなるグループが和平をしていたわけなんですけれども、グルジア紛争で米ロ関係が冷え切ったために、この中間に疑問が持たれるようになってきました。でそこで、ロシアの影響力が非常に強くなってきているわけなんですが、そこで、トルコ、ロシア、イランなどが新たにアプローチを始めています。でトルコは自分が仲介役として最適だというふうに言いまして、2008年9月27日にニューヨークにおける国連総会の機会に、アルメニア、アゼルバイジャン、トルコの3外相による、ナゴルノカラバフ問題についての交渉の場を設定し、サミットも提案しておりますが、アルメニアの姿勢がネガティブなので進展は望めない状態です。でロシアの仲介もございまして、ロシアは、3外相の会談と、そして3大統領のサミットを行いまして、で11月2日にはモスクワ宣言というものを作りました。でこのモスクワ宣言については特にナゴルノカラバフ紛争を抜本的に解決するようなものは含まれていないわけなんですけれども、ただ意義があることとしては、これまでアゼルバイジャンとアルメニアは1994年の停戦合意以来何の合意もしたことがなかった、合意ができていなかったわけなんですけれども、それ以来初の合意であるという意味だけでは意義がありますが、その後の進展はございません。でまたイランも自分たちはいい仲介者であり得るというふうな姿勢で欧米主導の和平を批判してきましたし、またトルコ主導のコーカサス安定協力プラットフォームから排除されたことにの反発もありまして、仲介に熱意を見せているわけですけれども、アゼルバイジャンもアルメニアも、ちょっとイランの動きには警戒的でして、特に進展があるとは思えません。でこのようにナゴルノカラバフ問題、急にこの和平の動きがいくつか出てきたわけですが、結局のところ実現にはやはり闘争でございます。で、最後にこのグルジア問題におけるこの宗教への期待についてちょっとお話をしたいんですけれども、もともとロシアとグルジアは、共に、ロシア正教、グルジア正教というふうに異なるわけですけれども、正教という信仰については共通点を持っています。でただその両者の間の正教については、差異が非常に大きいことがありました。でグルジアは、1801年にロシア帝国に併合されるわけなんですが、その際に教会もロシア正教が、吸収することに、なり、実質的にはグルジア正教は、破壊されてまいりました。例えばそのグルジアの教会に、ソ連解体後に行きますと、あちこちでその白い壁をヤスリでこすっている風景に出会います。でそれは、ロシア正教がグルジア正教というのは非常に美しいイコンが描かれていることで有名なんですけれども、そのイコンを全部白い漆喰で塗ってしまったものをこうソ連解体後にそれを剥がしてイコンを取り戻そうとしているというような状況です。でそのような形で実質的にグルジア正教は破壊されていたわけですけれども、しかしソ連時代グルジアはロシアやウクライナで迫害された修道士を自国に避難させて、グルジア正教会がロシアやウクライナの宗教化を訓練していたというような興味深い事実もございます。しかしソ連解体後にはグルジアの正教が正式に公認されるようになりました。でグルジア紛争の勃発時、正教世界の分裂が非常に危惧されまして、ロシア正教の総主教アレクセ2世は、正教系であるグルジアとの平和を要求しました。ただこのアレクシー2世という方は
去年の12月に亡くなっております。で、まあ、この亡くなったということが一つのポイントにもなるわけなんですが、ロシア大統領や首相はグルジアの、まあ、サーカシビリをはじめとした首脳陣との交渉は一切拒否してきたわけですけれども、8月にグルジアのイリア総主教の書簡は受け取りましたし、また12月に総主教アレクシー2世が死去した際には、イリア総主教がモスクワに訪問することを許されただけでなく、メドベージェフ大統領との会談も実現しました。でその際サーカシュビリ大統領からのメッセージも伝えられた模様です。でそうしますと、まあ、現状況ではグルジアで、まあ、ロシア首脳とコンタクトができるのは、まあ、イリア総主教だけということでありまして、まあ、グルジアは、まあ、正教のつながりにロシアとの関係改善に最後の期待を残しているというような状況でございます。で、まあ、駆け足で進んできましたけれども、ちょっと時間もございませんのでまとめに入りたいと思います。で、まあ、この地域いろんな問題がございまして、とにかく脆弱な地域になっております。でチェチェンの紛争拡大ですとか、アゼルバイジャンやグルジアの紛争の再発が常に恐れられていましたけれども、グルジア紛争でさらにその危惧が高まりました。でさらに、中東情勢やテロの地域の不安定の煽りを受ける可能性もあります。でまた、さまざまな外交カードを握るロシアの存在が統治の安定を阻害している部分もあります。でもし、まあ、現在とりあえず紛争が収まっているということで安定していると考えれば、それは非常に微妙な均衡の上に成り立っているものです。で、まあ、この地域に求められていることはバランス外交をいかにしてうまく取っていくかということで、まあ、経済システム、政治システム、ヨーロッパスタンダードに合わせて不必要がありながらも、まあ、外交のジレンマ、つまり親欧米でいくか親ロシア CIS でいくかというところで、まあ、微妙な舵取りを迫られている部分があります。親欧米に傾きすぎればロシアの懲罰を受けますし、逆にロシアに傾斜しすぎれば国際社会から取り残されることにもなりかねません。でどのように微妙なバランスを維持していくかが、まあ、今後のこの地域の発展の鍵になるかと思います。以上、ちょっと早足でしたが終わらせていただきます。ありがとうございました。